佐々木徹は、JP モルガンチェイス、銀行為替資金統括本部再建為替調査部長、マネジングディレクター、神奈川県出身。1992年、上智大学外国語学部英語学科卒業後、日本銀行入校。調査統計局、札幌支店を経て1994年から1997年まで、国際局為替課に配属、市場調査。 分析を担当したほか、為替市場介入も担当。1998年から2000年まで、交差局で実地交差及び銀行の財務内容の分析を担当。2000年7月からニューヨーク事務所に配属され、NY 連邦準備銀行等米国当局と情報交換を行いつつ、外国為替市場を含めた NY 市場全般の情報収集、調査、 分析を担当。2003年4月、JP モルガン・チェイス銀行入行、チーフ FX ストラテジスト。2009年6月、同行債券為替調査部長。2010年5月、同行マネジングディレクター。日本証券アナリスト検定協会会員。金融専門誌 J、マネー、ファンダメンタルズ分析部門1位。AB、読売年間2016年版。 P220ABC 佐々木トール JP モルガンチェイス銀行再建為替調査部長東洋経済オンライン2018年7月9日閲覧ありがとうございます